ミルフィーユミルフィーユはフランス発祥の菓子の一種。歴史のある菓子であり、形状や製法も様々なものがあるが、現代では3枚のフィュタージュ、またはパートフィュテと呼ばれるパイ生地にクリームを挟み、表面に粉砂糖がまぶされたもの、あるいは糖衣が消されているものが基本とされている。ミルフィーユロンミルフィーユロン丸い形状のミルフィーユ。側面には、 カスタードクリームを塗り刻んだフィユタージュをまぶし、上面に粉砂糖をまぶしたもの。ミルフィーユグラッセ糖をいがにしたミルフィーユ。チョコレートでヤバネ模様などを描き飾りとしているもの。ミルフィーユブラン3枚のフィユタージュ生地を用いる代わりに、中央の1枚をスポンジケーキに置き換えたもの。ミルフィーユフレーズイチゴのミルフィーユ。ナポレオンパイとも言われる。 クリームだけでなくイチゴも挟み込んだもので、冷やして強される。ミルフィーユに用いられるクリームとしては、カスタードクリームがよく知られているが、生クリームやバタークリームなども広く用いられている。また、クリーム以外にも、アプリコットジャムやリンゴのコンポートなどが使われる場合もある。薄切りの肉、魚や野菜を何層にも重ねた料理をミルフィーユ、またはミルフィーユ仕立てと呼ぶことがある。 フランス語で見れば、千、フジェは、葉を意味しており、一般的に見でジェは、千枚の葉という意味だと理解されている。そのため本来の発音は、ミルフィーユまたは、ミルフェイユが近い。4. ミルフィーユに用いるフィーユタージュは、四角く広げた小麦粉生地に平らにしたバターを乗せ、何回も折りたたんで作るもので、折りたたむ工程を重ねるほど層が増し、パリパリとした食感になっていく。 工程を5回繰り返し729層となったものや6回繰り返し2187層になったものが主に用いられており、その層になった生地を何枚か重ね合わせて、さらにたくさんの層を成しているという状態を線で表現し、また層になったフィユタージュの落ち葉をイメージさせるような独特の焼き上りを葉として表現し、ミレフジェという合成語として、 文学的に言い表したものが名前となったとも考えられている。偉大なる古典と言われる歌詞であり、1807年にはフランスの食通年間の食味鑑定委員会がミルフィーユを鑑定している。創造者は同時代の著名な歌詞職人であり、料理人であったアントナン・カレームだとも言われているが、彼自身も起源は古いものと表現していた。一説によれば、 アラブの古い歌詞であるパータフィロが7から8世紀のヨーロッパ侵攻の際フランスに伝わりその後今の形まで進化した説17世紀に画家として名を成したクロード・ロランが見習いパティシエであった頃考案したとの説同じく17世紀にコンデコーのお抱え合宿人フィエが考案したとの説もあるまた古代ローマ時代には薄いケーキやシートを蜂蜜とクリーム または、ソフトチーズと一緒に重ね合わせたお菓子が存在し、現在のミルフィーユの遠い先駆けとも言える。初期のミルフィーユは上面にする、フィルタージュ生地に卵を塗り、粉砂糖を振りかけ、オーブンで焼き、表面をカラメル化するといった仕上げ方だったとも言われている。現代の製法に見られるような、上唾への遠いがけは1822年頃になって、用いられ始めたもので、 今日に至るまで職人が様々に工夫を凝らし続けている歌詞でもある。日本においてイチゴのミルフィーユを指すナポレオンではあるが外国ではナポレオンを通常のミルフィーユの名称として使っている。例、フランス、ロシア、オーストリア、ポーランド、スウェーデン、香港、イランとこちらの語源はアントナンカレームが 元はイタリアの都市であるナポリのパティシエにこのお菓子の開発を任せ1800年代初頭に普及させたとされ、ナポリタンと称していたのがフランスの皇帝として活躍したナポレオン・ボナパルトを連想させ、展示て広まったと考えられる。日本におけるイチゴのミルフィーユ、ナポレオンの名前の由来が、イチゴがナポレオンの帽子の形に似ている等という説は後から当てはめられたもので、 そもそもミルフィーユイコールナポレオンなのである。ジェリーを用いたミルフィーユがナポレオンパイとして最初は作られたのだが、サクランボは取れる時期が限られるためイチゴで代用し、年間を通して提供できるようになり、今日ではナポレオンパイはイチゴ、サクランボはジェリーパイと称するのが一般的である。幕末から明治にかけてフランス人のサミュエル・ペールが横浜で洋菓子店を営んでおり、 ミルフィーユが日本に伝わったのは、その当時ではないかと考えられている。1870年、御所の共演用をフランス菓子御用として出資し、サミュエル・ペールの下で、在寛のまま、フランス菓子製造技術を学んだ、村上光康が、1874年に、フランス菓子の製造と仕出しを行う村上、海神堂を開業しており、同店では、明治の後期に、 フランスの製法を研究し、ミルフェという商品名で販売も行っていた。ミルフィーユが、千枚の葉を意味することから、千葉県では、オランダ家と地元ラジオ局、ベイフムと共同開発した、千葉ミルフィーユというお菓子が作られたり、施設に、ミルフィーユと名付けるなど、県名との類似を利用し地域振興につなげようとする、試みもなされている。ミルフィーユはパイが何層にも重なっているため、 普通のケーキと同じように成立した状態で上からナイフを入れて食べようとするとカスタードが横にはみ出して簡単に崩れ食べにくい。上手に食べるにはまずミルフィーユを横に倒しフォークで上から押さえてナイフを使うと良い。ナイフは上から押すようにするのでなく横に引きながらパイ生地を切れば一口ごとに食べることができる。なお、 ミルフィーユのパイ生地を一枚ずつ剥がして食べると、パイとカスタードのバランスが合わなくなる。ありがとうございます。